火が湧き上がってくる。 そうですね。んだ。うーん。うーん。あの。ありがとう。んだ。 わかりました。頑張るだぞ。もしかして父さんに何かあったのかもしれない。 そうだな。 わかりました。
ん？まいっただな。うんだ。ああ。んだ。ええ。それでは。構わねえだ。ええ。ええ。なあ。ありがとうございます。またな。わかりました。父さんは強いな。俺も頑張らないと。
やっと家も元に戻ったな。
何？いつものを見回りに行ってくるよ。父さんや亀仙人さんたちの様子も気になるし。見回りなんて大げさね。もうすっかり平和になったんだし、肩の力を抜いたら。人造人間たちを倒してからは大きな問題は起きてないけど、何が起きるかわからないから。分かったわ。行ってらっしゃい。気をつけるのよ。うん、行ってきます。さて、今日はどこから見回りしようかな。こんにちは。え、はい、こんにちは。なるほど、確かにいい魂をお持ちのようだ。魂？受け継がれし意志、希望の戦士、トランクス。なんだこの感じ、普通の人とは違う。この人、一体何者なんだ。浮いてる。驚くことはないでしょう。トランクスさん、あなたもできるのでしょう。誰だお前は。なぜ俺のことを知っている。まさか人造人間じゃないだろうな。無礼な。このお方をどなたと心得る。このお方は全ての海王の上に立つ神、海王神様なのだぞ。海王の上に立つ海王神様と言われても俺はよくわからない。だけど神様なんですか。お前たちの知る地球の神とは少々異なる。詳しく説明すると長くなるが、それより上の存在と理解するがいい。だが、わかりました。そしてこちらは私の付き人であるキビトです。うん、どうも。不愛想な人だな。実は今地球に、そしてこの宇宙全体に危機が迫っています。宇宙の危機？突然何を言い出すんですか。意味がわかりませんよ。そうでしょうね。あなたには一つずつ説明しなければいけません。今ある凶悪な存在が復活しようとしています。かつてこの宇宙でひたすら破壊の限りを尽くした魔人が、奴はたった数年で何百という星を死の星に変えるほどの力を持っているのです。その魔人の名はブー、魔人ブーと言います。魔人ブー、そんな奴が。かつて魔人ブーの生みの親である魔導士ビビディがこの地球に侵攻するため、魔人ブーを封印した玉を持ち込みました。魔人ブーが封印されていた隙に我々はビビディを倒しましたが、玉には刺激を与えないよう放置していたのです。その封印を解き、魔人ブーを蘇らせようと企てているのがビビディの子であるバビディという邪悪な魔導士です。奴は魔人ブーを蘇らせ、まずはビビディの目的であった地球を死の星に変え、さらに他の星を襲いに行くでしょう。なんて恐ろしいこと。ええ、ですから奴の野望を止めるため、あなたの力をお借りしたいのです。スーパーサイヤ人になれるあなたの力を。そのことまで知っているのですね。そのバビディという魔導士はそんなに強いのですか。バビディ自体は非力でそれほど強くはありません。しかしバビディの使う強力な魔術は決して侮ってはいけません。相手の心の中の悪や欲につけ込み支配してしまうのです。そうやって強力な手下を次々に増やしていくのがバビディのやり方なのだ。魔術か。俺が今まで戦ったことのない相手ですね。バビディたちと戦う力を手に入れるため、あなたには海王神界に伝わる最強の剣を使ってもらいます。最強の剣？はい。それであなたに海王神界に来ていただきたいのです。わかりました。俺の力がどこまで役に立てるかわかりませんが、平和を守るため行かせてください。ただ少し母に一言伝えておきたいので時間をください。いろいろと準備もありますし。わかりました。準備ができましたらまた私に話しかけてください。あら、トランクス、もう戻ってきたの？
それとも忘れ物？母さん、俺用事ができてしばらく家を開けないといけなくなりそうなんだ。え？長くなりそうなの？わからない。けど心配しないで、絶対に帰ってくるから。わかったわ。十分に気をつけるのよ。うん、行ってきます。宇宙の危機か。とても実感は湧かないけど、そんな大変なことが起きてるなんて。そうだな。海洋深海に行くとしても一度街の様子を見ておこう。うん、弱そうだな。街の復旧もほとんど終わったみたいだ。やっとみんなに普通の日常が戻ってきたな。うん、弱そうだな。せっかく取り戻した平和を壊そうとする奴は許せない。なぜ？いや。
街も元通りになったな。そうね。何？そうね。ええ。何？そうね。なぜ？そうよ。そうよ。わかりました。確かにお土産があった方が頼みやすいな。さすが母さんだ。必要な材料を集めに行こう。甘マンゴーか。すごく甘い香りがする。美味しそうだ。凄まじい力を持った魔人ブーか。気を引き締めないと。うん、弱そうだな。下しそうか。へえ、独特の色をしているな。うん、弱そうだな。
あの、そうよ。そうよ。わかりました。そうね、ありがとうございます。カメハウスにいるウーロンさんに会いに行こう。亀仙人さんたちもようやく家に戻れたみたいだ。こんにちは。なんだよ。あの女。あのおいおい、いえ、はあ、ああ、そうですね。やだね。あの、え、あの、まったく、ええ、わかったわ。そうよ。わかりました。頑張れ。それでは。やばい。ね。なぜ？ね。それでは。はあ。
そうだな。あの、ああ、なの？へへ。なんだって？ああ。ああ？へ。ああ。へへ。お。頑張れ。やんな。ありがとうございます。ええ。へへ。おい。なんじゃ？やばい。ルーローさん、どうか1ヶ月間耐えてください。Thank you.